何載せてるの？つい先日のことです。未だに怖くて手が震えていますが、皆さんに聞いてほしいので話します。仕事に行くために駅のホームで電車を待っていました。なんてことはない毎日通う駅の風景です。ですが、その日は違いました。電車を待つ私の隣に若い女性が同じように電車を待っていました。ふと気がつくと、その女性は私に視線を向けていました。なんだよこいつ、じろじろ見んなよ、とか思っていると、その女性はおもむろに口を開きました。あなた、何乗せてるの？すぐには理解できませんでしたが、はっとして私は後ろを振り返りました。しかし、後ろを振り返っても何もない。また女性の方を見ると、すでに姿はなくなっており、ちょうど電車が来たので電車に乗り込んだのかと思い、その日はあまり気にせずに仕事をこなしました。家に帰宅してから、ふと朝のことが気になりました。あの女性は一体何だったんだろう。何を言いたかったんだろう。思い出せばあまり気分が良いことではありませんでした。いつもより早く床につき眠りました。そして今朝またあの女は現れたのです。今日は昨日とは違いました。隣に並びじっと見つめてきたのですが、何も話しません。私は怖くなって足早に電車に乗り込みました。何事もなく仕事をこなし、帰路に着きました。そして帰宅途中、道でまたあの女に会いました。じっと見つめてはいましたが、何も話そうとはせず、気味が悪いなぁとは思いましたが、無視して通り過ぎました。そして自宅への角を曲がると、またその女がいました。通り過ぎようとするとその女が、気をつけて、とぼそっとつぶやきました。さすがに気分が悪くなり、駆け足で自宅に帰りました。自宅に着いてから、やっと女の話した意味がわかりました。部屋の中に、誰か、白い女がいる。その瞬間、怖くて体が固まってしまいました。走って無我夢中に逃げました。後を振り返ると、女は地面から数十センチ浮きながら滑るように追いかけてきます。自宅には入れず、そのまま友人に電話をかけ、部屋にかくまってもらいました。すでに友人宅に着く頃にはいなくなっていました。駅で会った女性の言っていた意味がようやく理解できました。私は明日からどうすればよいのでしょうか。自分の顔。4年前の3月の出来事です。僕は車を使った外回りの仕事をしています。外回りの仕事をしている人はお気に入りの昼寝ポイントというものがあると思います。僕のポイントはかなり大きめの公園で、四方を道路が囲んでいます。南側以外の道路は公園の周りを意味なく回っているだけで、運送関係の人や僕のような人間の絶好の昼寝ポイントとなっていました。昼間は常に昼寝をする人間の車であふれている場所でした。その日は19時くらいで会社に戻る途中のことでした。会社に戻る前に少し寝てから戻ろうと思い、いつものお昼寝ポイントに車を止めました。日中あれだけ車であふれているこの場所も、夜になると僕以外止まっている車はありません。2時間くらい寝てから会社に戻ろうと思い、
携帯電話のアラームを21時にセットして、僕は仮眠を取ることにしました。眠りに落ちてから1時間くらいでしょうか。不意に目が覚めました。目が覚めたというより、急に意識がはっきりとした状態になったというか、うまく表現できなくてすいません。目は閉じたままでしたが、視線を感じるという感覚に襲われたのです。僕は霊感は全くありませんし、どちらかというと鈍感な部類の人間だと自覚しています。しかし、その時は運転席の右側のガラス窓から強烈な視線を感じたのを覚えています。僕は恐る恐る薄目を開けて窓の方へと目をやりました。僕の目に映ったものは、ガラス窓越しに僕を見下ろす無表情な僕の顔でした。しかし、一つだけ明らかに違っているのは、その顔の鼻の部分に何もないのです。つまり、鼻だけがない僕の顔そのものです。わかりにくいと思いますが、通常鼻がある位置に何もないのです。僕はあまりの衝撃にシートから上体を跳ね起こしました。そして僕の急なアクションに鼻のない僕の顔を持った相手もビビったようで逃げ出しました。僕は心臓が張り裂けるぐらい高鳴っていました。一体あれは何だったのか。中に僕の知らない生物、妖怪、宇宙人みたいなのが僕の顔を真似ようとして、途中で僕が目を覚ましてしまったので中途半端な状態で逃げ出したのか、それとも僕の幻覚だったのか。ちなみに僕は薬とかやったことは一度もありません。はたまた寝ぼけて夢と現実の混同をしたのかはわかりませんが、とにかくあんなに恐ろしい体験は初めてです。それにあのリアリティは絶対夢ではないとだけは自信を持って断言します。この体験以降、怖くて車の中で眠ることはできなくなりました。あれは一体。盆栽。うちの近所に古い家がありまして、老夫婦が住んでいました。おばあさんは去年までご存命でしたが、おじいさんは15年ほど前、僕が小学校を卒業する前に亡くなりました。偏屈の雷親父として有名な人で、すぐ目の前の空き地で野球やサッカーをしてボールが敷地に入ってしまった時なんて、本当に漫画のように、こらーって思いっきり怒号が飛んできたりしました。僕が4年生くらいのことだったと思います。賞をもらったとかでおじいさんがとても大切にしていた盆栽をサッカーボールで木っ端みじんにしてしまったことがあります。おじいさんはあまりのショックで怒鳴るどころか寝込んでしまい、さすがの両親も驚いて菓子折りを持って謝りに行きました。僕も一緒に謝りに行かせられたんですが、その時のおじいさんはいつもの雷親父とはまるで別人のように性気が抜けてしょんぼりしてしまっていて、僕も子供ながらに罪悪感でいっぱいになってしまいました。おじいさんはそれからしばらく寝たきりになりました。僕ら悪ガキたちはその空き地ではボール遊びをしなくなりましたが、盆栽のことでずっと負い目を感じていて、許してもらえないとすごく気持ちが悪かったので、何かおじいさんの満足することをして許してもらおうと、
自分たちの小遣いを集めて盆栽を買い、おじいさんにプレゼントすることにしました。当時の小学生のお小遣いといったらたかが知れていて、頑張っても結局5人で2万円程度しか集まりませんでした。でも盆栽一つなら賞をもらうほどではなくても、まあまあいいものを買うことはできます。もちろん僕らにはわからない世界ですから、近くの盆栽園でおじさんに選んでもらって購入。みんなで届けに行きましたが、おじいさんはまだ起き上がることができず、代わりにおばあさんに受け取ってもらいました。おじいさんが受け取ってくれたかどうか心配で、数日後物陰から庭を覗いてみたら、他の盆栽と一緒に僕らの盆栽も並んでいて、回復したおじいさんが丁寧にそれに水やりをしているのが見えて、僕ら全員ほっと胸をなで下ろしたものです。それからしばらく僕ら全員その家には近寄らなかったんですが、6年生の夏休みの頃、おじいさんが肺炎で亡くなったという知らせを受け、僕らは日を見てから再び庭を覗きに行くことにしました。今度はきちんとおばあさんに許可をもらって庭を見させてもらいました。おじいさんが亡くなってすでに2ヶ月ほど経っていましたし、腰の悪いおばあさんは庭仕事ができないため、盆栽はどれも少し荒れてしまっていました。僕らのあげた盆栽がどこにあるか少し探して回りましたが、そのうちに一人が、あっ!とすっとんきょうな声を上げました。駆け寄ってみると、大きな盆栽の陰に隠れるように僕らの盆栽が置いてありました。それを見た僕らは、その場で凍りついたように、呆然としてしまいました。その時のショックは今でも忘れることができません。盆栽の幹に僕ら全員の名字が乱雑に彫られ、数十本の釘が深々と打ち込まれていたのです。ダムに立つ女。姉が高校生の頃、友達とキャンプに行った時の話です。そのキャンプ場はダムの近くにありました。まだ携帯電話が普及していない時代だったので、電話をするにはそのダムのそばにある公衆電話までキャンプ場から降りていかなければいけません。姉が彼氏に電話をするために公衆電話に行こうとすると、友達の T 君も彼女に電話するからと一緒に公衆電話に行くことになりました。二人とも電話を済ませた後、ダムのそばに座り、お互いの彼氏彼女について話をしていると、ふと姉の視界に女の人が映りました。その女の人は腰まで水に浸かり、顔は暗くてはっきり見えませんが、髪型はロングくらいの長さにゆるくパーマがかかっているように見えたらしいです。マリちゃん、あの女の人見えてる？見えるよ。暗いからはっきりとは見えないけど、でもなんかやばくない？そう、どんな感じに見える？顔はよくわからないけど、髪は肩くらいでちょっとパーマかかってる？うん。大丈夫だよ。姉は T 君の言っている意味がわからず、ちょっとやばいなと思いながらも T 君と元の会話を続けました。しばらくすると、ごめん、
話の途中だけど、向こうが俺たちが見えてるのに気づいたみたいだから、そろそろ行こうか。そう言われて姉もやっとその女の人が生きてる人ではないことに気づいたらしいです。その後、キャンプ場までの帰り道。ごめんね、怖がらせたくないんだけど。いい？合図したら一気にキャンプ場まで走って、絶対に振り返らないで。彼女ついてきてるから。そう言われた瞬間、姉の恐怖はピークに達して、Tくんの合図も待たずに全力で走り出しました。無事キャンプ場まで帰り着きましたが、その晩、姉は怖くて一睡もできず、朝、半泣きで帰ってきたのを私も覚えています。最後に姉がぼそっと。ダムなんだから、建てるわけないんよね。と言っていました。あと T 君はもともと霊感が強いらしくて、T 君と一緒にいると周りの人も見えやすくなってしまうらしいです。姉の友達の間ではそう珍しい話でもなかったみたいです。姉は、二度と T 君と二人きりになるのはごめんだと言っていました。家族旅行の帰り、車で一泊二日の家族旅行に出かけて帰ってきたのは夜の10時ごろ。あと30分ぐらいで家に着く、そんな時の話です。私の家の近くは田んぼや畑がまだ多く、遠くまで見渡せるようになっていて、昼間の線路近くは電車と景色のコントラストが何ともいい感じの場所でした。車の中には母、兄、姉、そして私が旅行の疲れで半分眠っていて、運転手の父だけが家路を急いでいました。ちょうど線路近くに差し掛かった時に、私たちの乗る車は踏切で引っかかり、貨物列車が通るまでの少し長い時間を父はサイドブレーキを引いて待っていました。まだ列車のライトが遠くにいて、父は一服するために窓を開けたそうです。その時、父は、何してんだ？とつぶやきました。父の声によって家族全員でちょうど列車が来る方と反対側の線路に人影を見ました。助手席にいた心配性な性格の母はいち早く異常に気がつき、え、人？と叫びました。なことはないと後部座席にいた私たち三人は気にしない態度をとっていましたが、しかし母があまりにも騒ぐのでそっちを見てみると、確かに線路上に人影が見えたんです。やばいかなと思っているうちに轟音を立てて貨物列車が通り過ぎていきました。結局、窓が開いていて、列車はブレーキ音も立てていないし、引かれたような音もしていない。気のせいだ、と楽天的な私たちはそう結論づけて帰宅しました。家には小さな庭があって、居間のレースのかかった大きな窓から庭の様子がうかがえるようになっています。場所は少し離れますが、日の光があればさっきの線路も家から見えます。旅行から帰ってしばらく、今で私たち家族はテレビを見て和んでいました。すると、庭でかすかに音がするんです。猫かなんかか？テレビを見ていたのでそんなに気を取られなかったんですが、ちらっと家族の顔を見ると、T
テレビとは違う方向に視線を集中させています。レースのカーテンの奥には白い大きな人影が歩いていました。しかもその白い人影は上半身と思われる体を前後に大きく振っています。首から上がなくてバランスが悪く、足を左右に踏ん張りながら歩いているのでした。恐怖に対して体中の毛が逆立ち、手が震えていました。自然と家族は寄り添うような感じで集まり、庭を通り過ぎて視界から消えるまでの時間を過ごしました。後日近所の人に聞いたんですが、私たちが旅行に行っている間にあの踏切近くで事故があったことが分かりました。現在では居間の大きな窓には厚手のカーテンをかけて外が見えないようになっています。何乗せてるの？つい先日のことです。いまだに怖くて手が震えていますが、皆さんに聞いてほしいので話します。仕事に行くために駅のホームで電車を待っていました。なんてことはない毎日通う駅の風景です。ですがその日は違いました。電車を待ったあの女に会いました。じっと見つめてはいましたが、何も話そうとはせず、気味が悪いなぁとは思いましたが、無視して通り過ぎました。そして自宅への角を曲がるとまたその女がいました。通り過ぎようとするとその女が気をつけてとぼそっとつぶやきました。さすがに気分が悪くなり駆け足で自宅に帰りました。自宅に着いてからやっとしかし後ろを振り返っても何もない。また女性の方を見るとすでに姿はなくなっており、ちょうど電車が来たので電車に乗り込んだのかと思い、その日はあまり気にせずに仕事をこなしました。家に帰宅してからふと朝のことが気になりました。あの女性は一体何だったんだろう。何を言いたかったんだろう。思い出せばあまり気分が良いことつ私の隣に、若い女性が同じように電車を待っていました。ふと気がつくとその女性は私に視線を向けていました。なんだよこいつ、じろじろ見んなよとか思っていると、その女性はおもむろに口を開きました。あなた何乗せてるの？すぐには理解できませんでしたが、はっとして私は後ろを振り返りました。ではありませんでした。いつもより早く床につき眠りました。そして今朝またあの女は現れたのです。今日は昨日とは違いました。隣に並びじっと見つめてきたのですが、何も話しません。私は怖くなって足早に電車に乗り込みました。何事もなく仕事をこなし、帰路に着きました。そして帰宅途中、道で待って、